マリアマゴンドの社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側を話してくださるのはこちら川口会長でございます。よろしくお願いします。元2代目声優会会長、もうヤクザの世界では本当に非常に有名な方でございますしお茶目で、大丈夫ですか。はい、はい、ちょっとアクシデントはありましたが続きます。川口会長、もともと何て言いますか、2代目声優会会長になるその、まあ、継承に関しての部分をちょっとお聞きしていきたいんですけど、非常に若くして継がれてますよね。そうですね、お始まりましたね。何歳の23でしたか。どういう形というか、23さすがに若いじゃないですか、はい、どういう流れがそうなったの。いや、私はくれ言うたもんでもないし、はい、継ぎたいなとは思ってたんですか。いや、もうそんな先輩ばっかりやから、はい、そんなことは思ってません。もうその当時から21で刑務所出てですね、はい、若い衆何人か連れて川口組というもんを自分で作ってましたからね。うん、これ誰から言われたんですか、その2代目。それは親分の東勇ですね。はい、親分はなんでこう川口さんにこう告げって言ってきたの。それは見どころあるからでしょう。半分笑うんだ決めんで。いや見どころあったんだろうなって逆に思いますよ、そりゃ。でもそうなってくると、その伝えられた時どう思いました。断る理由もないし、はい、分かりましたと。まあまあ断れないですよね、基本親分からも、はい、それでも受けました、はい、周囲はまだ諸先輩といいますか、うん、年上の方たちもいっぱいいるじゃないですか、はい、いっぱいいて全部そうです。どうなったんですか、その時反応といいますか。いや、もうその仕方ないですね。まあ親分が決めたことです。その普通やったらその若い種も親分の若い種も引き継ぎますね。うん、そうですよね。私が引き継ぐもんやけれども、そうですね、それは東勇の若い種として残ってます。ああ、実定一派というもんを作ってね、はい、じゃあ兄貴分は兄貴分のままの。もうその当時から兄貴分は思ってませんわし。兄貴分からの反発というか、そういう実本音の部分というか、ではなく、それはあったやろけど、私にはそんな言われたこともなく、うん、親からの中では思ってるもんもおったかも分かりませんけれども、うん、でも組の運営をするには23歳さすがに若いと思うんですけど、どうだった。でも自身でもその時始めてたその川口組自体はそこには組み入れていく感じになる。どうなったんですか。何年か若い衆を追って、その、まあ、21での1月か刑務所出て、でまあギャングですね、うん、いわゆるゲーム機のよその組のもんがリースしてるやつ全部ギャング行って、それからその年末にはもう金融屋さしてましたね、サラ金っていうやつをね。動きが早いですよね。そやからわしはね、ヤクザのセンスよりもしのぎのセンスの方がええんですよ。金儲けのセンスの方が。その時ってそのもう23歳でそういうふうにしのぎもやっていて、でそれをそういう才覚を見込まれてか、とりあえずこう何て言いますか、組の運営を2代目ついでということだったじゃないですか。その動かす個体も大きくなってくると必要なお金も増えてくるじゃないですか。それはもうギャングですね。ギャングゲーム機のギャングですね。堺でも有名な親分やったんやけども、はい、まあ A にしときましょうか、はい、こういう名刺を避けてね、はい、その人のゲーム取ったと、だから A が入れてると、で腰に恥
差し込んでやね、その親子のとこ行って、お前わし飲んで若手で来やがったんかい、そうだったら、うん、今回はな、あの帰ってきた方面祝いにやるから、次からうちの来るなよってはあ、いやでもあれですよね、あのいわゆるしのぎというか商売上手なヤクザだと、あのヤクザの方ってなんかそういう喧嘩が得意じゃないというか、あんま従らない人もいたりもする中、あ川口さん両方やっぱり兼ね備えてやられてたって感じだったんですか、いうふうにこちらとしては見えます、うん、はい、あの川口さん、あの実はちょっと打ち合わせの時にいろいろ海外の話も出たんですけれども、はい、あの海外にこう目を向け出したのもその頃からなんですか、もうそっと、ということですね、はあ、でもその頃からでも海外出てしのぎというかそのされてた、はい、どんなことされてたんですか、輸入ですね、輸入ビジネス、はい、ちなみに聞いてもよろしいでしょうか、何を輸入されてたんですか、あの漁船を仕立ててね、日本から、はい、でまあはじきを漁船いっぱい持って帰ってきたこともありますね、ちなみにお国は、タイですね、はい、フィリピンも行ったけど騙されたね、あちょっと待ってください、川口さんを騙すフィリピン の, あのアンダーグラウンドシーンっていうのはなかなかですよね、いや、 やっぱりあのつながるもんが悪いということですね、フィリピンはそういうとこですね、タイやフィリピンをでも舞台にそうやってしのぎをしていく、でその中、まあ、いやそれだけと違いますよ、はいはい、もともとはそのそういうので行ったんではないけれども、向こうで店したり、いろんなことして、その、つながりがいろいろできてね、それで、フィリピンの、軍のものとつながって、そういう話になっていったっていうことです。当時、こう、海外に進出するヤクザっていうのはどうだったんですか？思ったのと違います？一緒になんか、あの、大門違いでやることとかありました？商売とか。それはあのありますね、うん、僕のイメージだとあの、ね、いわゆる破門されたヤクザの方とかが、うん、東南アジアで根を張って商売されてること、それはフィリピン方面ですね、はい、あったりしたんですけど、そういう方とかと会ったりするとか、いやそんなんないですよ、やっぱり現役は現役先駆けやから、うん、行ってるもん少なかったんじゃないですか、そうですよね、時代的にそれはそうですよね、うん、でも向こうで折衝というかあの商売相手協力するの、まあ、軍だったりとか警察だったりとか権力関係側の人もいれば向こうのマフィアとかギャングだったりすることもあったと思うんですけど、その海外のそういう組織の人たちって川口さんから見るとどういうふうに見えましたか、特にあのギャングとかマフィアとかだとなんか論理が違うのかな、いわゆる任侠道で生きてきたヤクザとそのいやフィリピンで私が会うたそのボスなんかは、うん、まあフィリピンの一番のボスですけどね、うん、私はそのあれやと薬はいらんと、うん、っていうのはそのボスがドデルトをその大統領に推してるからね、うんうん、それとの関係でその薬はいらんとか上さん、うん、それだけはいらんけどあとは何でも言ってくれと、うん、まあ、殺しでも何でもできるよと、いうことですね、うん、あの向こうの組織とその、まあ、川口さんがあの共同のプロジェクトみたいなそういうのをやったりするんですか、まあ、あのカジノで金貸し評価ということもありましたね、はあ、なんかでも当時まだこう、ね、そんなにこう海外にヤクザが進出しない時代になんでこう海外に行こうかなと思ってたんですか、あの友達がやね、そのまあタイ行った時はその友達のその友達が家業で、うん、宝石屋とかそういうことをいろいろしとったわけですよね、でツーリストとかその当時でも日本へ拠点を置いたりして、いろいろお金持ちやからね、うん、でも川口さんの嗅覚的にあこれは儲かるなというのがやっぱあったということですね、うん、その頃ってどうだっけ、結構年収ベースというか月収ベースと言っていいのか、ああ稼いだなっていう時はどんぐらい稼いだっすか、いやゲームの機械をギャング行ってる自分はやっぱりその相当あったんと違います、私はもうみんな若いしにやって、はい、毎日30万円か50万円
財布に入れて飲み歩くんやからやね。ちなみにその頃ってやっぱりモテました？こっちでか、はい、米俵でか、こっちでこっちでそれは言えんって言えんわな、モテたわな、この顔やからそうですよね。どうなんですか、その飲みに行く場所っていうのは北新地なんですよ。いえ、新地なんかめったと行ったことないね。え、イメージ全然違いますよ。なんか皆さん北新地で飲まれてる。いやいや、その当時はその田岡の親分の舎弟やった人が、うん、そのキャバレーとか酒屋でしとったりね、はいはいはい、そんなとこよう出入りしてましたね。ああ、じゃあもうイメージする、関西方面のヤクザの方はみんな僕は北新地で飲んでるもんだと思ってた。そんなことはない、うん、やっぱりでもあれですよね、川口さんその当時も相当表になられたと思うんですけど、どうなんですか、その飲みに行った先の女の子たちとかそういうところでこう引っ掛けるんですか、それなんかこうもっとこう、こう別のところに引っ掛けるってことは悪いね恋愛感情が高ぶるとかやね。ああ、そうですね、はい、どういうところで恋愛感情を高ぶっていかれるのかなと思いまして、はい、まあ私はね、ある女の子から、はい、逃げてる時は林修一言ってました。偽名ですよね。そうそうそう、はい、だろう、彼女から、あんた林より森にせえと、はい、なんでやねん、林より森のが気多いと。ああ、で週一じゃない、週に一遍しか会うてくれへんやな、思わず座布団3枚やりましたうまいんですけどでもそれぐらい気が多くて あちこち行かれてた。いやいや、実際の話やから。ああ、実際週一なんです、うん、どうなんですか、その当時のそのヤクザのその暮らしぶりとしては、それ川口さんみたいな感じの方多い時代だった。まあしのぎの上手なもんと下手なもんあるわね。東組全体で見ると皆さんしのぎは上手な方だったんです。下手と嫌いな、金のない組やったから。なんかそういう一面も確かにお聞きはしますよね、うん、実際その守るもんないから、捨て身でいけるっていうかな。これまた西成のね、話になっちゃうんですけど、よく西成のちょっとまあちょっと前ですけど、歩いてると鍵めっちゃついてるドアとかあるじゃないですか。あれって中は帳になってるんですか、それとも事務所関連の施設。最近はそんなことないと違います？あ、もう最近じゃないですけど、その、はい、一昔前に僕が歩いてる時にめっちゃドアに鍵ついてるところとかあって、うん、あれはヤクザ関連なのか賭場の方なのか何だったんだろうなと思って。いや、賭場はそんなことないと思いますよ。特別鍵をいっぱいつけるとかはない、うん、組とかも特殊な何か建物にしてたりとかそういうこともない。そうでもないですね。割と普通の。うん。川口さんのその西成で飲み歩くこともあったんですか。いや、ほとんどないですね。あんまりその飲むようなところじゃない。はい。今のこうお話をいろいろ聞いてきて思うんですけれども、川口さん、うん、その元々今日の今回のこの話っていうのは川口さん2代目の継いでということだったんですけれども、組織全体で言うと、伊佐親分とかはどういうお立場になっていかれてたの。総領の弟っていうことやから東組じって、うん、この両輪で東組がなりイメージを確立したっていうことですね。結局その日吉総長と伊佐親分川口さんのこと可愛がってたのと両方ともから可愛がられたんです。はい、と思います。気持ち的には川口さんとしてはどっちが親分って言っているのか。それは
兄弟であっても東勇が私の親分です。はあ、そこはもう他のもんと違うてね、他のもんは結局その親分見捨てて東清の我が主になったけれども、ね、うん、私はそれはしませんでした。まあ、あの有名な話といえば有名な話なんですけど、そのご兄弟が喧嘩になった時に、うん、川口さんが納めたってよく言われてます。いやいや、納めたんじゃないですよ。それは伊藤さんっていう組長がね、その当時の頭と揉み合いになった時に止めてくれたと。親指を落とすに至った経緯っていうのは、この清総長と伊佐親分の伊佐会とは関係ある、あれではないと思いますよ。どういう、まあ、親分にその逆らいませんと、はい、いうことでね、はい、その証として、あ、そういうなんか叱責受けたんやと思いますよ。ははは、じゃあそのお二人の喧嘩を収めるために落としたわけだね。そう違います。あ、じゃあ指を出した先は伊佐親分。そうです。だから叱責を受けた時に落としたと、はあ、多分叱責かなんか、わし もその辺記憶飛んでもってしもとる、はあ、飛んでしもてるとご本人が言われるとね。でもなんかこれヤクザ取材あるあるなんですけれども、よく語られてることと実際が違ってたりとかすることもあるんで、うん、でもご本人がそう言うんだったらそうなんですよね、うん、他に資料がいくらあろうとご本人がそうなんですと言えばその通りですから、はい、でちょっとここまでいろいろお話聞いてきましたが、僕ちょっとフィリピン の方に取材に、もう8年9年前ですかね、行った時に、最近日本のヤクザがチャカを買いに来ないと、ね、いつ前買いに来てたの、いつって聞いたら80年代ぐらいかなっていう話をさ聞いたんですけど、ああ、もしかしてあれですか、会長が懲役にお勤めになられてるから買いに来なくなったと。いやいや、そうではないでしょう。 いろいろみんな言ってると思いますよ。井上さんがフィリピンとかね、そんなんで地元のもんとつながったりしたら、いや今のお話を聞いててっきりと思いまして、いやいや、まあ、そんな風にこう先見の目を持って海外といろいろと取引したりとか、組織のためにいろいろとこう働いてきた川口さんですけども、川口会長ですけれども、ちょっとこう予想外というか、まあ時代としてまあなんというか、そういう風な必然だったのかもしれません。とにかく川口会長を語る上で書くことのできないキャッツアイ事件について、次回ちょっと話を聞いていきたいと思います。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。 YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それからまあ新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流するまあ生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。